representing Russia, Alexei Urmanov. さあ、ロシア、アレクサイ・ウルマノフです。テクニカルプログラムトップ、順位点 0.5。まだオリンピックでメダルはありません。世界選手権で去年銅メダルを手にしました。20歳の学生ウルマノフ。ジャンプの力を持っていますが、このプログラムには入れているのかどうか。トリプルアクセル決まりました。3回転半です。現在トップのカナダストイコニーはジャンプ力があります。このウルマノフは恵まれたプロポーションを生かして表現力です。また3回転決めています。前回アルベールビルオリンピックは旧ソビエト崩壊後 EUN という名前での参加でした。あのフリー演技の中では4回転のジャンプを右手をちょっとつきながら成功させました。オリンピックで初めて4回転に成功した選手だったんですが、トリプルアクセルを持ってきました。3回半ロッシーニの曲から選んだこの音楽プログラムです。トリプルの着地に失敗。さあ残り30秒。トリプルサルコーからステップを続けてもう一回トリプルトーループ。
ロシアテクニカルプログラムトップのアレクサイ・ウルマノフ演技を終わりました。さあこの演技がどう評価されるんでしょうか。現在トップはカナダのストイコ、そしてフランスキャンデローロが2位と続いていますが、今の演技でストイコとの金メダル争いになるでしょうか。今年のロシア選手権の1位、世界選手権の銅メダルはありますが、いつも肝心なところでの失敗が目立っていたこのウルマノフ。さあこれは失敗した唯一のジャンプです。ここでただ一つ失敗がありましたが、果たしてそれがどう出てくるでしょうか。アレクサイ・ウルマノフはレニングラード、今のサンクトペテルブルグの生まれの学生、20歳です。スポーツとそれからビデオとかオーディオの趣味がありますこのウルマノフ。物静かな青年ですが、勝負にかける執念というものはこのオリンピックで相当なものがあります。さあどうでしょう、得点を待ちます。テクニカルメリット出ました。 5.7 と 5.8 が出ました。ストイコにこれでは及びません。テクニカルメリット、テクニカルメリット、技術点はストイコを抜くことができません。この後のアーティスティックインプレッションが 5.9 以上であれば、さあどうでしょう、アーティスティックインプレッション出ましたが、ちょっと低いのもある。 5.9 が 1,2,3,4、 さあどうでしょうか。ウルマノフどうやらストイコを破ったか。テクニカル、そしてフリーを合わせてストイコを破りました。ストイコを抜いた。